はい、どうも、こんばんは。今回は N ボックスと、N 版。N 版が、4月の17日に発売するので、まずは N ボックスの方を説明したいと思います。N ボックスは、本田さんの中では大ヒット商品かと思います。ですね、はい。こちらの座席なんですけど、ですね、こちら、ですね、はい。座席が、これ以上もっと倒せるようになりますが、N 版に関しまして、こちらの座席を倒すことができないそうです。あとですね、N ボックスに関しまして、こちらのヘッドの部分がついてるんですけど、N 版には、ついてないようです。で、あとは大体、特に、今回は飛ばしまして、N 版なんですけど、ただ発売前ということなので、発売前かどうかわかんないんですけど、一応パンフレットは、この一部になります。で、グレードが G と L と、あとファンですね。はい。あとクールがあるんですけど、ですね。こちらのホイールが違うということですね。ホイールが違うということになります。で、あと前の部分もちょっと変わってるっていう、顔の形がちょっとだけですね、変わってるっていうのと、あとこちらの屋根の部分、ちょっとわかりづらいかもしれないんですけど、ここの高さがちょっと違うということでなってます。これはちょっと高めに設定してありますね。あと上、こちらとこちら、ちょっと高めに設定してある。そうです。で、こちらはちょっと低いっていう、そういうような説明を受けました。で、せ、でですね。見積もり書なんですけど、こちらナビなんですけど、ですね。ナビは、こちら録音、CD を録音する。CD を録音できるタイプにしてあります。で、ナビの種類も、安いナビもあります。で、テレビつけなくてもいいとか、あとですね、CD とかを録音できなくてもいいのもありますが、今回は、録音できる、やつにしております。ナビの 185VFI ですか？はい。になります。で、ちょっと飛ばしましてですね。セットアップということで、ETC がついているので、ETC セットアップだけを一応、入っているということですね。で、点検パックなんですけど、46,200円。ですね。点検パックと言いまして、半年ごとの点検とオイル交換が、車検前まで入っているんですが、入っているということですね。で、ちょっと、あれなんですけど、バンの方では、ですね、延長保証が、できないです。で、延長保証っていうのは、5年なんですけど、N 版に関しては、延長保証を守るっていうのが、入ることができないそうです。で、この点検パックなんですけど、そうですね。1年点検と、2年目、あと3年目の車検と、あとですね、その次の1年後の点検が入っているということで大丈夫ということです。はい。で、金額をちょっといろいろ飛ばしまして、で、合計金額。
合計金額が、200万円で約5万円お釣り来るのかなっていう、195万3934円ということです。ちょっとこちら、飛ばしましたけど、NBOX の FF で GL ということですね。で、GL ですので、後ろの座席の方がスライドドアになっているということです。はい、で、プラチナホワイトということで、特別塗装色として、3万円高くなっているそうです。で、N 版なんですけど、200万円、こちらは200万円で5万円お釣り来るということですね。じゃん。で、N 版なんですけど、こちら。こちらの内容はほぼ一緒に作ってくれということでお願いして作ってもらいました。電池を守るというのが、入れることができないそうです。ですね。NBOX を購入するときは3年後に車検を行って、その後は2年後の車検になりますが、この N 版に関しまして、購入した3年後じゃなくて、2年後に車検をやらなきゃいけないという、そういう決まりになっておりますので、ご注意ください。で、それと4月と5月の自動車税なんですけど、NBOX とかの場合は1万800円なんですけど、N 版に関しまして、自動車税が、確か8800円か、ちょっと金額はわかりませんけど、安くなっているそうです。はい。で、金額の方は、の前に、こちらのグレードの N 版のクールセンシングということで、こちらも、ホワイトということで、ですね、特別塗装色で3万円高くなっております。はい。で、お支払いの合計金額が200、これですね、はい。201万6582円ということですね。N 版の方が約6万円高いんじゃないかなというような感じになります。ちょっと細かいところは省きまして、こういうような数字になっています。以上です。